きく円を描くように後ろ回しを10回やります。10回回したら今度は前回しを10回やります。この時に肩こりがひどい方はそれぞれ10回引きを3セット行いましょう。お胸の前で合掌のポーズをします。そのまま手を合わせたまま左脇まで持ってきて10秒キープします。その後右脇まで持ってきて10秒キープします。この際にお胸を支えている筋肉、大胸筋を意識しながらやりましょう。左右3秒、左右10回ずつを3セット行いましょう。女性のバストは左右の大きさが同じでない人が多いので、例えば右の方がボリュームが少ないという方でしたら右を多めにやっていただけるといいと思います。をどんどん刺激して支える力を強くしてくれます。肩甲骨周りをほぐすことができたら今度は胸を開くエクササイズでさらに血液やリンパの流れを良くしていきましょう。背中の後ろで両手を組んで肘を伸ばした状態で腕をさらに下に使います。ぐーっと下の方へ引っ張ったら喉に戻します。もう一度下の方に引っ張ります。ずっと下の方に引っ張ったらまた元に戻します。この時に耳を開くことを意識してやるのがコツです。これを5回ずつほど繰り返しましょう。両手を90度に曲げて左右に開き、バストトップの高さに合わせます。息を吐きながらゆっくり胸の内側を意識して顔に寄せていきます。できれば最初に肘と肘、手と手をしっかりと合わせましょう。15回ずつ2セット行いましょう。はい、ということでエクササイズを4つご紹介させていただきました。ご自宅でも簡単にできると思いますのでぜひ取り入れてみてください。この動画を少しでもいいなと思ってくださりました方はいいねボタンお願いします。今日も動画をご覧くださりありがとうございました。